あ、なんかあそこもあれも旅館ですかね。なんかほら木曽福島のほら崖屋造り、あ、はい、そうそう、ちょっと思い出しちゃった。ちょっと違うけど、でもなんかね、いつの間にかめっちゃ快晴になってる風は強いけど、うん、さっきまでほら少し山に雲がかかってたのにね、はい、そうですよね、うん、あ、ここだ、夫婦円満。え？あれ？なんか順番がもう夫婦円満。あ、本当だ、本当だ。そうですね。あ、この辺からちょっと、いや、これもすでに相当露出が激しいので、でもなんかこの雰囲気はあれですね。はい、モノクロの方がいいかもな。あ。そうですね。よいしょ。いやでもよく 見ればなかなかのこの年季の入りようで、いやでも残ってほしいですね、うん、あの真ん中だって、え、あそこが階段ってことかな。ここがなんかあれですかね、その旅館のこう、あれ、なんかこうメインストリートなのかな、旅館街なのかな、どうなんですか。ここはやってないの。そうですね、あんまりちょっとね、そんな感じはしますけど、これは相当ラピュタな感じになってますけど自然に帰ってますけど、これあの、ちょっとこのさっきのところでしょ、これ。あ、そうですよね、え、そうですよね、これ、うん、多分ちょっと円形になってたのがそこだ、出っ張りは。ちょっとあの、あ、すごい電柱までが、そう、電柱がね、ちょっとこの電柱が取り、電柱取りたい。うわ、すごい。うん、でも角度的にはこっちじゃ面白くないな。なんかやっぱり木曽福島のことを思い出すな、この。全然違う場所なのに、まあ1年こうねやってきて、なんかこういろんなところに行ったけど、その時になんかこう共通なところがちょっとこうね、あ、これあの時のあそこに似てるとか、だからまあ最初にもね、ほら、まあ箱根にあの川の感じとか、なんか箱根を思い出す感じだったけど、でも箱根とはもちろん違うんですけど、そういうなんかこう似たところと違うところとか、やっぱりあと、まあ、写真に撮るとそれで覚えるんですよね、まあ、もちろんだけど、昔の温泉街のね、あ、そうですね、そうですね、そうですね、浴衣着て、はい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 、イメージが、はい、本当にでも使えるやつなんだ。ね、このなんかズタボロな感じですか。でもあの看板だけちょっとなんか新しい感じしますね。あ、そこのなんか、うん、うん、あ、打ってますよ。人って、え、この人っていうのは、はい、そのこれ多分ね、これ多分あのこの方がおそらくですよ、うん、ここでこう打って見せてらっしゃるじゃないですか。そうです。で、多分冗談で、そうです。ですよね。多分そうですよね。動物園の、はいはい、で多分それでみんながこう覗いたり、そうほらそうやってほら何手あの写真撮ったり多分するから、それで、ってことです。そうですよね。そうですよね。はい。うん、神。あ、ここかな。お、なんかいい感じの小道が、はい、なんかこれ
上に上がったところに、なんか大仏様か何かあったんですよ。へえ。いやー、こういう感じのね、昔ドラマのロケ班で探せて言われて、こういうのを探したんだけど、東京ないっすね。魚途中に木があってさ、みたいな。三菱。あ、またユリが。こっち？はい。はい、この辺からかな。あ、ほら、見てください。こう、なんかすごい立派でしょ？これ紫月殿ですよね。はい。これって伊豆で一番古い建物じゃなかったっけ？あ、そうなんですか。なんだ、知ってるんですか？あ、ここ有名なはずですよ。バイクで来た時にちらっと通った気がする。ちょっと待ってください。せっかくこうドヤ顔でこうホラーみたいな、何ですか、知ってたんですか、ちょっと。いや、でも全然覚えてなかった、この道は。一番古いんですか、そんなに歴史が。あのそこにですね、あ、そこは書いてないか。伊豆最古の木造建築と言われる。あ、なんか書いてあるじゃない。そうなんですね。はい。いやー、いい感じで、でも普通の道だったけどね、これ。え、はい、なんか途中まで、はい、ここから上がってくると。そうなのかな、こっちがあれだ、ね、横から来ちゃったけど、わかんない。そっちがあのちゃんとあの正規の正しいルートだったかもしれない。かもしれないが、そんなのどうでもいい。まあいやー、釈迦如来座像、木造、まあそれは木造ですよね。うん、はい。いやー、なんか、いやー、落ち着いた中に、はい、でキリッとしてますね。そうですか。なんかね、キリッとされてますね。うん。お、急に開けたな。湯かけ稚児大師です、お湯をかけてあげましょう。え、そういうやつなんだ。だ。これは、いや、これは本当にお湯なのか、このなんかこう温まって、今なんて言ってもこの天気ですからね、温まってなんか温度的に微妙なんですよ。あの、いやいや、かなり言われからしたら湯でいいんですよ。湯でいいんですか。水では冷たかろうと思っていた。あ、どこで岩を掘ったところを湧き出した。そうなんですね。だからどっこの湯だから、うん。修善寺ですね。向こうで渡っちゃって、なんかね、近くで撮るよりもこっから撮った方が赤い橋が入っていいかなと思うんですよね。確かに。うん、はい、こんな感じで。弘法大師様。弘法大師様。
はい。あーですね。立派。立派ですね。わお。うん。なんか手前のやっぱりもみじちょっと入れて、もみじ越しがいいような気がしました。すいません、工房大師さんありがとうございます。ちょっと今人が吐けましたね。いい感じですね。いやー、どうもどうも。ナイスタイミング。あ、すごいなんか立派な鐘ですね。ほー、わー、これすごい立派じゃないですか。へー、大きいな。ね、いやーすごい。今日風あるから揺れてるんだけど、でも。うん。これでも屋根も立派だな。ね、すごい屋根も立派ですね。いやー、すごい立派ですね。うん。なんかお腹空きましたね。いい感じの、はい、あのカフェをちょっと見つけたので、今向かってます。あのちょっとこの山の上のの方にあって、その見晴らしがなんか、いいらしいというそのカフェ見つけたので、ちょっとそこに行ってみようと思います。はい、楽しみです。はい、楽しみです。私ももちろん行ったことないので、はい、楽しみです。はい、佐藤さん、はい、ここお昼ご飯のお店です。ね、ちょっとこうやってます。全然意味が分かんないんですけど、これレストランってここはお昼ご飯のお店です。はい、到着しました。はい、じゃあ、まあね、お腹も空きましたし、ちょっと行ってみましょうか。素敵、なんか素敵ですね。え、これでも人ん家じゃない？え、なんかいや、実はね、私もちょっと心配なんですよ、実は。あの、なんか到着して、ここだっていうことなんですけど、なんか今、ちょっと、あれ？いいよな、ここでみたいな。こんにちは、お邪魔します。こんにちは。どうも、こんにちは。すいません、お邪魔します。あ、素敵。あれ、確かに私はカフェに来たんですよね。なんかお宅にお邪魔し、あ、素晴らしいですね。これログハウスなんですよね。へ、ね、はい、おー、外いいですか。あ、ちょっとどうしよう。キャー、え、ちょっとすごいですよ。うわすごいんだけど、これここまで見えるとは、ね、素晴らしいですね。これ今の見えてる方角っていうのはどちらになるんですか。これは今ね、北を向いてます。あ、北を向いてるんですか。伊豆の国とか。そうです。あそこの雲のあるところが富士山です。あそこが富士山、はい、へえ。今向こうに見えて雲のかかってる、はい、一番高い山が芦ノ湖のある箱根の山ですね。あ、そうなんだ。箱根ですか。じゃあ何ですか、あの富士山を箱根も見えるんですか。そうですね。そう、伊豆半島の付け根から下側をバーンとこう見てる感じですよね。なるほど。え、もしかしてこれって何か別荘地か何か。そうですね、50年ぐらい前ここ開発されて、はい、今でも6割ぐらいは定住ですね。はい、はい、バジルで、はい、トマトで、トマトで、はい、わかりました。このワンちゃん名前なんて言うんですか。あんこです。あんこちゃん、あんこちゃん今踏まれた。どんどん踏んでいったね。今全然なんか踏んで。はい、すいません、お待たせいたしました。あ、はい、すいません。はい、はい、じゃあトマト。